こんにちは、こんばんは。始まりました、ドラマチックシネマチックシネマパーソナリティの松岡ひとみです。そしてドラマ映画プロデューサーの森谷武さんです。よろしくお願いします。こんにちは、こんばんは。森谷武です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回から壁紙を合わせました。本当ですね、これ、はい、なんかもっともう2年半前にやるべきだったんです、はい、やるべきだったやっと気づいた本当ですよね。なぜ気づかなかったんだろうな。本当ですよね、えこれで、ね、はい、なんかあの均等になる、なんかいいですよね。なんかね、なんかゲストをお迎えできるかなっていう感じがね、しますけれども。はい、うん、なんかでもあのどうですか、最近なんか結構映画ご覧になってますよね。あっち、あれやこれやと。そうですね、気になるものから見ていってるんですけど、うん、あの、うん、シーセッドっていうあの、うん、ミートゥー運動の入り口になった。はい、はいはい、あ、本当にジャーナリスティックエンターテインメントで。もうあのすごくかっこよかったですね、映画としても、うん、新聞社の記者、うん、女性2人、はい、ニューヨークタイムズの ね、そして、うん、あの大きな映画会社、あ、まあ、制作会社っていうのかな、ミラマックスの、ミラマックスとね、はい、そうですよ、もうドキドキ、すごいドキドキしましたね。本当ですね。でもね、その出てくるその記者さん、女性、あのその間にも子供を産んだりとかしてたじゃないですか、はい、その2人 の、 あの旦那様が、あと上司の男性とかが本当にすごく素敵で、うん、そうでしたね、うん、そこにも感動しましたね、うんうん、それとですね、私本当にニューシネマパラダイスからこの方は本当に愛してやまない、はい、森コーネさんのエンニオ・モリコーネさんのですね、このドキュメンタリーを2時間30分以上あるんですけど、はい、見てまいりました。もうめちゃくちゃ感動しますこれ僕はあの初めての経験でした。劇場を出ても涙が止まらないですよ、うん、あ、本当ですか。いやいやいや、はい、これね、あのこれ初めてだなと思って、ご紹介、はい、公開中ですけどね、すごいあの人気なので、うん、ね、あのぜひ皆さん映画館で見るべき、はい、音響も素晴らしくて、はい、そうですよね。もうなんかあの映画の音楽っていうのがうわーってこうたくさん出てきますんで、もう映画好きにはたまりますので、たまんないので、はい、はい、そんなわけで、まあいろいろ映画紹介もしたいところなんですけれども、今日は、はい、ゲストをねお招きしておりまして、そうなんです、まあ、今日ですね、ちょうど今日公開になった作品で、はい、映画のスクロールというものが、はい、で、あのとにかくまあ人気アーティストの、 あのミュージックビデオとか、あと大手ファッション系のコマーシャルだとか、はい、もう本当にジャンルレスで活躍されている、うん、今日は監督を、はい、海外から、おっと、初の海外とのはいコネクトでございますね。そうです、コネクトです。はい、はい、それではお呼びしたいと思いますね。はい、本日2月3日金曜日から公開をしておりますスクロールの清水康彦監督です。どうぞお入りください。わお。こんにちは。監督ありがとうございます。今回。こちらこそです。お疲れ様です。今そちらどちらでいらっしゃいますか。どちらですか。そうす、ここはニューヨークの、まあ、ブルックリンあたりとか、うわー、はい、いやー初めてなんですよ、海外とつなぎ出るのが、はい、いやいや海外の監督じゃないですよねいやそうなんですよね、いやもう日本人なんだみたいなのは、いやでもね、あのせっかく監督の新作があったので、もうこれは追いかけなければというので、うん、マネージャーさんにも頼んでいやもう本当にありがとうございます本当に、はい、はい、お仕事ですよね、ニューヨークは。そうですね、撮影で、うん、新しい作品の撮影で来てますね、うん、今は夜ですよね、きっと。なんかこっちはだから20時夜ですね、9時とかです。なるほど、今の時差14時間ってですね、15時間収録をしているのが、うん、我々森谷さんとがあの今ねあの見てる方に言ってるんです、10時半なんですよね、だから、はい、午前中なんですこっちは。午前中のね、いい感じでよかったです。森谷さんと清水さんは
どうなんですか、なんかこう合ってるようで合ってないような。僕は映画祭を、豊橋映画祭っていうのをやっていたんですけれども、はい、20年の開催予定のその映画祭で監督の万力っていうのを、はい、もう、お願いしてブッキングしてもう、パンフレットも刷ったっていうぐらいなところまで、そうです、お願いしてたんですけど、コロナで豊橋わあ行きたかったっすよね。ね、長野さんといらっしゃる予定だもん。そうなんですよ。行きたかった。そうだった。そう、なんか行かなくっていうのは、うん、まあ、その時、やっぱね、コロナでっていうのは多かったんで、延期しますだったり、中止だったりっていうのも。いやもう、その中で、豊橋映画祭、はい、なかなか、うん、その時の、まあ、僕としては、でもね、諦めてないのでね、悲願の地として、刻もうと思ってます。ありがとうございます。どっかで行きたい、豊橋。はい、ぜひお願いします。まあ、またね、森谷さん、もちろんです、もう。と映画祭、もう一回こうやりたいと思ってるし、まあ、私も映画祭をやっているの、始めたので。松岡さんも、行くとこまで来ましたね。そうですよ、うん、偉い偉い、ね、そうなんです。なので清水監督には美味しい映画が1個あるんですよ、うん、カレーライスの映画が美味しい映画、はい、美味しい映画祭っていうのをやっているので。ああ、じゃあ食にまつわるとか。そうです。ああ、じゃあ匠くんのお弁当のやつとか、はい、そうですそうです、あるかもね、うん、あるある、勝ちたいな、勝ちたいとかつって、まあどっちも斉藤匠作品ではありますからね、でもね、あ、きっと ね、 そうね、カレーもね、そうですし、そうですね、またお願いしたいなって思っています。はい、いやぜひぜひ、はい、そうですね。で、まあ今回ですね、スクロールという作品、公開おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ます公開は2月3日なんですね。あ、3日以降のやつですもん ね、 これね。あ、そうなんです。今日まさに2月。あ、ごめんなさい。ちょっともう一回そのくだりから。大丈夫です、大丈夫です。今日本は2月3日です。2月3日。はい。ちょうど公開日ですよ。公開日。公開日。に向けてはお帰りになるんですよね、もちろん。あ、公開日に向けては帰っていらっしゃるんですよね。そうですね。そこは申し訳ないんですけど。そうですね、はい。いやいやいや、ね。公開に向けて帰ろうとして。なるほど。今頃は日本に帰ってるはず。すいません、なんか滑ってますよね、僕ね。なんか何言ってるんですか、何言ってるんですか。申し訳ないです、大丈夫です。なんですよ、はい、私だってやっぱりそうです、ね、さすがに時差が ね、あるんですね。いやいや、さすが、うん、なんか初めてですから、私もニューヨークとつないでるのが。ねえ。すいません。はい、大丈夫です。はい、そうなんです、2月3日公開の映画スクロール。はい、はい、そうです、そうです。で、マリアさん、まあ、これね、後ほどまたゆっくりとお話をしていきたいなとは思っているんですけれども、はい、もう監督はね、どちらかというと、もうずっとコマーシャルとかのディレクターをされていたので、うん、まあ、やっぱりこう、絵も綺麗でしたもんね、すごい。いや、やっぱり映像センスがすごい素晴らしいんですよね、いつも清水監督の作品は。そうなんです、そうなんです。テレマうんまあ僕がっていうか、まあね、やっぱり一緒にやってくれる人たちのおかげだったり、やっぱりまあ見てくれる人がまあどういうふうに見てくれるかなっていうのを考えたりとかしたら、やっぱ綺麗な方がいいだろうっていう、綺麗な映像を待ってくれてる人たちのために綺麗にしたいっていう感じですね。うん、で、まあ、そんなあれですか、お二人も見ていただいてるんですか、スクロールは。もちろんですよ。うわ、ありがてえ。いやまだドキドキしてるんですよね。なんか周りの、やっぱりこう、人たちがどう言うかっていうのもまだ集まりきってないんで、うんうん、みんなどう思うだろうなっていう気持ちは。
今ちょうどドキドキする、ね、する時期ですよね、多分ね。そうなんですよ。映画監督はそうですね、この作品が公開された時みんなどう思うのかなっていうのをめちゃくちゃ気にしてる人が多いと思いますよ、やっぱり。お、森谷さんも、まあ、プロデューサー、当たり前のこと言いますけどね、まあ、プロデューサーであり映画監督の森谷さんも、うん、やっぱり同じ気持ちですか、この公開前、特に前日とか。もちろんあの初日おめでとうございますって言ってるんですけど、胃がめっちゃ痛いって言ったいやもう、はい、本当自分が嫌われたらどうしようかみたいなぐらいの気持ちですよね。なるほどね。まあ、あのそんな胃が痛い最中ではございますが、あのスクロールのお話の前に、うん、もう今日せあの、ね、本当にニューヨークまで追っかけちゃったので、監督にあの我々が知りたいと思いまして、あの教えて監督のドラシネ人生というコーナーから始めさせていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、で監督はあの福井なんですよ。福井出身なんですね。そうですね、福井県出身、ね、福井県出身で、まあ、愛知県と、はい、まあ、ちょっと近いっちゃ近いんですけど、つなげ、近いです、繋げますね、全然繋げますね。東京よりも全然ニューヨークより全然、はい、そう、あの遊びにもねよく行くとこなんですけども、まあ、あのいつも皆さんにお聞いているんですけども、その監督の子どもの頃に見たドラマと映画ドラシネっていうのを印象に残った作品をですね、まあ、どんな少年だったかっていうのを、うん、あのまずは聞きたいなと思いまして、はい、お願いします。はいはい、どういう少年だったか、うん、なんかやっぱりこう世の中の決まり事とかに対して興味を持ったりとかするんだけど、ある種それがなんか懐疑的な気持ちで覗いている部分もあったんで、うん、まあ、何かと親だったりとか近くの大人の先輩たちとかに向けて、なんかこうこれってなんでこうなんですかとか聞いて困らせる子供だったって感じ。うん、そうなんですね。そうですね。でそれに対して、そうですね、世の中の決まり事なんだからそれは別に意味とかないんだよって言われた人に対しては、なんか、うん、あ、この人はなんかダメだなとか思ったり、でそこにやっぱり一生懸命、いやこうでこうなんだよってこう返してくれた人たちについていった感じの気持ちですね。うん、なんかそんなようなことをずっとやり繰り返してた感じですね。そんな清水少年がなんか例えば初めて映画館で見た映画とかっていうの覚えてらっしゃいますか？初めて記憶に残ってんのは、はい、まああれじゃないですかね、東映漫画祭りとか。かわいい。なんかアニメが、アニメ3本立てみたいなやつがその当時まだあったんで、はい、どういうジャンルの3本立てたかわかんないけど、まあ、バックトゥーザフューチャー3が確か同時に公開されてて、はい、で家族みんなでどっち行くみたいな感じだったんだけど、うん、でなんか父親と姉はもう絶対バックスザフューチャー3ってなってたんだけど、はい、バックトゥザフューチャー3って2と1もあんのかみたいなことを思ったんで、うん、いやそれじゃないなって思って、うん、なんかアニメ見に行きたいって言ったら、しぶしぶまあうちの母親も一緒にこっちに東映漫画祭り映画って映画館っていうことで言うとそうです、ね。はい。うん。なるほど。はい。だからまあなんか、そうっすね。そういう意味で言ったら、みんなが行くって言って、行きたいっていうよりは、なんか、そのバックトゥザフューチャー3に行きたくないから、見に行きたくないから、そっちの映画館に行ってたって。あの、ちなみにお聞きしたいですけど、その後、バックトゥザフューチャーシリーズはご覧になったんですか？あでも、まあ、誰かが見てるは見てたっていう感じですかね。うん、あなるほど。なんか一緒に過ごしてる人が見出したから、うん、なんか 見たっていう感じですか、ね。なるほど。え、
その後ご自身で自ら映画を見に行った、あ、例えばまあドラマでももちろん全然いいんですけど、その小学校中学校の時に印象に残ったものってありますか？あ、でも印象に残ったもので言うと、ドラマ、映画ドラマで言ったらドラマですかね。うん、まあ、野島伸二さん世代だったんで、僕らやっぱり。あの、まあ、月9で101回目のプロポーズと、はい、その後やってたこの世の果て。はい、おー、うん。え、森谷さん？私やってました。うわー、すごい！この世の果て。どっちもですか？いや、この世の果ての。のやってらっしゃったんですか？あ、なんか落ちてきた。驚いて落ちちゃった。驚いて、そう、鏡が落ちてきて、ナイスキャッチしました。あ、ね、危なかったですね。うん、はい。危なかったです。はい、この世の果てです。やってましたね。すごいなぁ。友達になんか、すごい世界描いちゃうなぁ、みたいな。うん。思いましたよ。ね、だって、その、当時だから、結構、まあそれこそやっぱり月9がやっぱりラブコメだったりなんかだとか正義ばっかり、うん、いいやつばっかりとかなんかこう、はい、日常ばっかり描いていることにやっぱりこうから脱却してまあもちろん視聴者も含めて、うん、OK みたいな感じのムードに多分なったんだと思うんですよね。なるほど。きっとね。はい。あの流れは。だからなんか、101回目のプロポーズの時は、やっぱりこう、決してかっこよくない主演男優とか、うん、あとなんか、その、まっすぐではない恋愛とか、うん、なんか、で、この世の果ても、やっぱりもう、まあ、社会の裏側ではあるんだけど、人間の表側を描いている作品っていう風に感じましたね。うん、でもあの時、小学校ながらに。すごい。これだけ世の中で、もう小学生でそれを感じていた。衝撃のラストシーンですよね、あれ。衝撃のラストシーンでしたね。僕結構、もうあっからもうなんか次のすげえっていうものに出会うの結構苦労しました。本当ですか。すごいな。すごいですよ、最後ね。なんかあの二人がね。うん、結婚して結婚式で、ね、ヘリコプターに乗って、そのまま海外にハネムーンだみたいな感じで、バラバラとかつって、はい、で、行って、ふわって見たら、ね、ピアニ、元ピアニストの、なんかこう、はい、三上さんが、ふわーって見つけちゃった。って、こう。いや、もう、僕、数ヶ月後とかつってね。現場にいたんで、ああやばいですよね、最後も、はい、こうトン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 って朝食作ってるラストシーンでやばいですよね、あれ、すごいなあれ。いや、現場にいらっしゃったんですね。いいなぁ、羨ましいなぁ、すごい。ヘリコプター2台飛んでますからね。ヘリコプターを撮る撮影用とね、キャスト用とね。そうですね。ドローンじゃないんですよ。ヘリ2台飛んでる。やっぱ絵がね、やっぱドローンは絵が軽いですからね、やっぱり。やっぱヘリで撮るもの、空撮っていうのはやっぱ重いし、やっぱりみんな価値を知って撮ってるし、うん、やっぱ絵が重いですよね、やっぱりヘリの絵っていうのは。さすが映像派ですよね、ある意味。すごいね。で、やっぱりヘリ2台飛んでるんだっていうのを受けたスタッフだったりとか、やっぱキャストのやっぱり入り方も全然違うし、はい、やっぱドローンは簡単に飛んじゃう、もちろんね、ドローンの中でも、こう絵を重くする努力だったりとか綺麗にするテクニックを磨けばそれに相当するものになるんだけど、うんうん、やっぱりヘリの絵は重いですよね、 やっぱね。すごい、ここまでよく覚えてらっしゃいましたね。だって25年、覚えてる、うん、25年ぐらい前、 もっと、うん、もう全然覚えてます。そんな感じですね、うんうん、30年前ぐらいかもしれない。それでこれだけお話できるって相当印象残ってます。いや、もう最高です。あとあれですよね、やっぱあのこれで俺のお前の顔見えないっていうあるんですよね。めちゃくちゃ覚えてますね。俺お前の顔見えないって言うんですよね。あいつがね、あいつのやばいですよ。そうまでする愛があんのかみたいなこととか、
もう画面釘付けでしたね。すごい。見直してないでしょ。なかなかテレビドラマって見直しでき、あ、再放送いや、見直す、機会はなかったですなかったね。ですもう、ね。あと、やっぱ最後のね、ずっとこう、1話1話、こう、終わると最後、尾崎豊さんのオーマイリトルガールが流れて、すごい、なんて言ったらいいんですかね、あれ、空虚な風景がずっと映ってるんですよね、エンディングで。もう一枚絵で、そこにエンドクレジット流れながら、こう、名曲が毎回流れて、で、ラストで、ラストシーンじゃないんですよ。だから、トントントンって、朝食を作ってる、三上さんのシーンがラストではないんですよね。正確に言うと。最後、ギャラリーのシーンがあるんですよね。ギャラリーのシーンがあって、ずっと、こう、老人が、こう、絵画を見てるんです。こう、ギャラリー。その絵が、こう、ずっとそのエンディングテーマが流れてる時の、風景がここにあって、それで、お気に召しましたかとかつって、支配人みたいな人が来て、この絵は何ですかとかつって、この絵のタイトルは、この世の果てと申しますとかつって、スーってこう近づいていって、で、いつものエンディングにこう行くんですよね。あーって思った。俺覚えてますよね、これ。すごすごい覚えてい覚えて。ますね。いやー、だからずっとエンディングにこの世の果てっていうタイトルの絵をこう、ちゃんと携えながら流していたっていう。こだわりですよね、あれはね、完全に。ああ、いすごやい最高のドラマ。中江監督なんですよ。中中江江監督っ監て督誰なんでですすって、古か？藤の、古藤の。中江監督が、チーフ監督なんです。知らなかった。こんなに熱くドラマをはな、ね、守屋さん、携いわっや、たドラマを。もう、びっもうくりびっくしましりた、しましたよ今。ね。いや、もう、最高の作品ですよね。ありがとうございます。まあ、あと、僕結構、周りの人に結構熱く語るものの中では指折りの作品です。あとはもう、蕎麦屋の、蕎麦屋じゃない、中華屋の北の国からのシーンとか、富士系もう、あでそこだけでもうめちゃくちゃ語ります。もう、とか。す。あいや。れ、子供がまだ食べてるんでしょうがっていうのは、俺がまだ喋ってんだろのを言い換えちゃった言葉なんだっていうね。あそこで、だからそれを言い換えちゃう語呂は、要は、ジュンの成長を描いてるんですよね、あのシーンはね。なるほど、ジュンが自分が悪かったことが友達が悪かったことになっちゃって、で、それで、それを、親に白状してるって。でも、いや、お前、あ、これはちょっとジュンが成長する時だな。俺も、じゃあ、なんか自分の惨めなところを、認めてるっていうことを純の前ですべきだな。だから、あの話をしようっつって。で、それで、なんか発電に失敗した話をするんですよね。で、それでこう、いや、俺だって惨めな感じだったんだぜっつって、あの時。だから、お前こう、そういうのは続いていくから、でも、自分の惨めさとか、醜さと向き合うことは大事だぜってことを伝えたいんだけど、こう、ね、その、休暇屋のおばちゃんが、店を閉めようとしていくっていう。なるほど、すそう、本当は俺がまだ今、純に対して喋ってんだろうがって言いたかったんだけど、子供がって言って子供出しに使って、お店の人に切れるっていう、子供さを出しちゃうっていうね。最高ですよね。とかね、なんか、ちゃんとね、ドラマ、映画でも、やっぱりすごい好きなものがいっぱいありますんで。なるほど。いやいそやれいも子供の時に見たかな。や。ああ、でも、そういったのが、結局、今の監督を作って。出上げてるわけじゃないですかね、守屋さん。そんな気がします。そうですね。やっまあ、ぱそれ影で言っ響はたら絶別対受に、けてるはずです絶よ対受けね。てますね。うん。すごそいれ言っ見たら、てでる。も、いその作品だけでなっちゃったって言ったら、また違って。どっちかというと、漫画の作品の方が、なんか感銘を受けた作品があるっていうふうに自覚してますね、自分は。漫画の作品っていうのはアニメーションってことですか？アニメーションになってるやつもあれば、ああ、じゃやっなくぱて。り、じゃないものもあるし、映画化されてるのもあるし、とか。漫もと画もが多いかと、な。前もちょっとお聞きしたとは思うんですけど、いきなり映像ディレクターではなくて、確か、学校は違いますよね。映像ではないですよそうね。ですね。マッキントッシュを使った、こう、平面デザインだったりとか、あとはそれ、マッキントッシュを使った映像テクニックっていうものを、即戦力を育てる
専門学校に、はい、行きまして、だからまあパソコン好きだったみたいな、マッキントッシュ好きだったっていう感じですね。マック好きだったわけですね。マック好きで、ちょうどやっぱマックが映像に力を入れ始めた頃だったんで、ファイナルカットプロっていうソフトがドンって出てきて、はい、めちゃくちゃ触りましたもんね、はい、とかっていうことなんで、まあこう映画撮りたいとかドラマ撮りたいっていう感じで入った感じではちょっと申し訳ないですけどなかったっていう、うん、でもこうどのあたりからそういう映像を作るっていう方向にこう意識がいったんですか、うん、コマーシャルとかね、うん、でもやっぱりそのパソコン触っていわゆる映像ソフトだったりグラフィックソフトだったりいろんなものを触っていって、はい、うん、自分の中のもやっとしたものが形にしやすいものにどんどん導かれていった結果、あ、これがなるほど形になりやすいなって形にできるなと、あ、これを目標にしたいなと同時に、あ、これは容易に自分の思いを形にできるなっていう自覚もあったし、あ、簡単だなっていうこと、うん、3D とかより全然簡単だなとか最初はアニメーションをやってたんですよ自分、あ、うん、そうなんですね、手書きのアニメーションやってました、はい、でも手書きも絵が描けないから、はい、なんか実写映像だったりとか CG だったりとか、はい、自分でこう作った CG も込めて一回なんかぐちゃぐちゃにコラージュ作みたいなのを作って動かして、うん、それをなんかこう連番って言って一枚ずつ静止画に出して、うん、それ一個一個手書きのニュアンスに書き換えてとか、うん、そういうことをやってました、ね、へー、でまたそれを撮影してみたいな、アナログ結構アナログことしてました、デジタルとアナログを併用して作品をずっと作ってました、ね、すごいですね、いやー、ね、そうですね、結構映画にはちょっと程遠い始まり方だった、うん、まあでもそれからまあずっとあのミュージックビデオとかコマーシャルを作っていて、うん、そこで、うん、まあ、転機になったっていうのが、うん、転機になった人っていうのは斉藤工さんですか、まあ、映画っていうところにこと書いてはそうですね、もう完全に斉藤くんなんじゃないかなと思ってますけどね、はい、だから自分を導いてくれた人だっていう自覚はありますからね自分はやっぱり、うん、それがまあ一つの映画への転機、映画とかドラマペンション恋は桃色はまたちょっと違いますよ、ちょっと前ですもんね、そうですね、恋は桃色は、うん、まあ、逆に逆流だったかもしれないですよね、その万力の時のプロデューサーと話してて、ちょっと、うん、やっぱ匠君にキャストとして出てもらうっていうのもあるんじゃないかなみたいなので、とかそういうやつですね、いやでもその万力を作る前までは映画は作ってないですもんね。万力を作る前は、まあ、映画っていうところで言ったら、まあ、結果的になんか、これ映画館で一回イベント的に流したら面白いんじゃないかみたいな特別な感じで、まあ、そういう意味で言うと、ロードショーしたら映画なのかとか、はい、あとは誰かが映画と言ったら映画なのかって言って、映画ってどういう概念なんだっけみたいなところの話になっちゃうんですけど、はいはい、映画監督だったとも言えるし、あ、なるほどなるほど、うん、いや逆に言ったら、まあ、一般映画っていうところで言ったら、まあ、万力が最初なんじゃないかなとかっていうところもあるんで、はい、うん、どっちの意味でしょうかみたいな感じはあります。でその後またその日カレーライスができるまでっていう短編が、これはまた素晴らしくて、これで一度お呼びしたことがあるんですけれども、でまあやっぱり転機というか、その映画を作り出してから、あのご自身がまあ参考にしたっていうのも変なんですけど、見た映画だったりとかそういうのってありますか？別にないかもしれないんですけど、どうでしょう、うん、そういう意味で言ったら、これは絶対見てくれっていうものとかがあった時にこう見たりもしますね、参考にさせてもらったりはします、うん、なんかこう、うん、
自分からあんまり能動的にこう映画に飛びつくに、ね、東映漫画祭りとか行ってるぐらいだから、人間、まあ、そう、難しいな、結構。なんか、こう、その理由みたいなのもなんとなく分かってるんですけどね。なんかこう、なんか、こう、人からボンってこう、向かってきたものに対してみんなでこう、一つの概念で共有するっていうことが、に対して臆病なんですよね、自分。例えば映画ってこれいいよって、これいいって言うから行こうぜっつってみんなで行ってっていうのが、その人がいいって言ったけど、良くなかったら、あの人いいって言ったのに良くないじゃん、嘘じゃんとかっていうなるのが怖いなるほですよね。ど。そう。で、例えば自分が見てて、ん?ってなってても周りが笑ってると傷ついちゃう。とか。で、自分がはーって笑ってて周りが笑ってないのも傷ついちゃう。っていう人間なんですよね。だから結構映画館っていうのはすごく怖い場所。そのやっぱり共有するっていうことが醍醐味であるからこそなんですけど、ただでもやっぱりそこに今向かおうとしてるっていうことなんですよね。やっぱり映画を自分で撮ってるっていうことは。でもだからそんみんななの気持ちをね。監督がでもそれでもやっぱり繰り返し見ちゃう好きな映画ってあるんですか?ありますね。それがあるんですけど。まあ、それで言ったら繰り返し見ちゃう漫画とかと同列っていうことなんですけど、自分の中ではやっぱり漫画を超えた漫画だったりとか、映画を超えた、で、ドラマを超えたドラマっていうものっていうのは、もうその枠に収まらない一つの、なんだろうな、こう、なんか僕らにとって大事なものが描かれている作品っていうふうにして、同じ棚に漫画も映画もアニメも、ゲームも並んでたりして、小説もですけど、映画っていうなっちゃうと、結構少ないです。それで言うと。え、あ、聞きたい、聞きたあります。でそもあのるんで中のす。一僕が本好き。を教えていただけたら。わあ、でももう一本だけ選ぶって言ったらもう、でも、まあでも松岡さんに言いましたよね、この前ね、僕ね。でもね、アメリカンビューティーですね。おお、なるほど。好きなのは。大好き。素晴らしいですよね、あの作品ね、本当に。そう素晴らしか。いですね。やっぱりなんか、とにかく、やっぱりその時期の、なんていうんでとか、社会だったりとか、人間たちっていうものをなんかこう、記録した、まあ、ジャーナリスティックなものでもあり、あとはやっぱりそれをこう、表向きには裏に隠しておきたいものも、このファンタジーの中だったら美しいものとして描けるっていう、なんだ、映画でしかできないこと。特にアメリカンビューティーなんて、やっぱりこうね、こう、表面はアメリカ人って自由でなんとかで、なんか華々しくて明るくてみたいな、これは自分たちが社会を引っ張ってるぞみたいなことが表向きのアメリカの美しさであるっていうことの裏側で、こういうふうに人間って悩んだりとか隠していたりとか、あとはなんか社会ではダメとは言われているけど、人間としては OK だよねって思わせてくれることっていうのは、やっぱり映画でしか描けないなとは思ってて。それが成立している作品なんじゃないかなって個人的には思ってますね。やっぱアメリカンビューティー。そこにも真実があるぞっていうことを伝えてくれる大事な一本。なんかちょっと新作につながってきてる感そうじがな少の、しもするんです、今話聞いてたらう、クね。ロールにはね、つながってましたいね。やー、嬉しいっすね、それは。それつながってきてますよね、めちゃ本当くに。ちゃつながったと思っそうたです今。ね。だからやっぱり、まあ、特に若い人からとか、自分が若かった時から見る社会っていうのは、都合が悪かったみたいなことだったりとか、でも、そこで社会っていうものが正しいとしていることだけに自分の正しさを置き換えられないんですよね、人間はやっぱり。全体のことに対して言ってることが個人に当てはまってこないとか、っていう
ことだったり、じゃあ自分がそれでも思っちゃうこの正しさって何なんだろうなみたいなことに対する答えを絶対に全ての人が求めているはずだっていうふうに信じていて、こうやっぱりこう社会は正しいものとか、社会の決まり事は正しいし、それをやっていれば模範的にこう社会を生きられるぞっていうことをみんな分かってるし、頭では。で、それを実践しているし、それが正しいって、それをやっていれば、まあ迷わずに生きれるぐらいの気持ちでそれを実践するんだけど、じゃあなんで僕たちはこんなに悩んでいるのかみたいなこととか、っていうことが、自分の、まあ結構今日までの割と長いテーマだったりするなるほど。いや、本当はもっと共有しなきゃいけないポイントってあるんじゃないのかとか、まあ確かにこういう部分の、まあ人間の、いや、それは模範的な社会としてはこうだけど、人間ってまあでも言うてもこうじゃんっていうことを、じゃあ、そうだよねって言って共有しちゃったら逆にみんな怠けちゃうよねっていうのはあるんですけど。なるほど。ということで、新だ作からスこクロールそ、のね、話にはいがや、もうあ、始そうでまっすね、ちゃすいってまますせん、けなんれどか、も。ごめんなさい、ごめんなさい。もうもうこスかクらロールしましは、たね、ちょっとススクロクール。ロールの話に、ね、行きたいというふうそうでにす、そう思でいます。す。はい。そうなんです。もうすでにされいつのて、間にか言ってましたね。ごめんなさい、いやいごや、めんな大さ丈夫い。です、だ大丈夫です。はい。からそれは、やっぱりアメリカンビューティーちょっとつながるところがあったっていうそのがあったので、そうなんですよ。ね、それで、う。いよいよ、そうです、本日公開しましたスクロールについてちょっとお話を伺っていきたいなと思いますけれども、私たちちょっと試写でもう見させていただきました。拝見しました。ありがとうございます。もう見てもらえただけで嬉しいですね。いや。もう今は本当に。いや、もう本当に見たよって言われるだけでめちゃくちゃ面白い、もう面白いじゃん、めちゃくちゃ嬉しいんで、もしなんか街で会ったりしたら見ましたって言ってくれたら超嬉しいです、俺。そうなんですね。監督、これは若者に本当に絶大な人気の、小説、橋爪さんの小説なんですけども、この監督がこの小説を知って、ご自身が、映像本当に人気なのかっていうのは知らずに言ってますよね。あ、私が。そうっすよね。そうなん、そうなん、読んそう、でそうたなんでんですすよね。俺も知らないですよ、実は。か？あ、そうなんですか？そうなんだ。今一言も俺は聞いたことないかったですね。宣伝の期間なので。そうなんですね。でも企画はどうやって立ち上がってたんですか？持ち込みっすね、だからね、作者の。橋爪くんが、なんかちょっと原作、取るとかってあるんですかねみたいな。で、あれなんですよ。ペンション恋は桃色のプロデューサーなんですよ、橋爪くんが。そうなんですね。なんだ。そうそうそう。だから、まあ原作も読まずにいいよって言って始まった。ですよ。小説家でもあり、ドラマのプロデューサーでもありっていう方なんですね、橋ド爪。ラマのプロデューサーとしてしか僕は認識してなかったんで。へえ。そうなんですよね。ペンションの、テレビさ、局員だった。で、メモも辞めちゃったんですけど。小説をじゃあずっと書かれてたんですね。ああ、どうなんすかね。まあ、いや、なんか、あ、いや、え、あ、書いてんだっていう話で、で、まあ、その時も、次の機会が欲しくて欲しくてしょうがなかったんで、僕は。なるほど。もうやるっつって。やる、絶対やるっつって。大事大事。っていう感じなんで、まあ、なんか、その、ね、小説原作だったら、やっぱりそれを読んで感銘を受けて、それでどうしても映像化したくてみたいな感じを想像するかもしれないですけど、まあ、いろんなケースがあるんじゃないですかね。ね、森谷さん、いろんなケース多があるん分。ですよね。いろんなケースがあります。その中で言うと、まあ、それで言うと、自分と作者が、もうすでに知り合ってて、で、それで、まあ、また何かコミュニケーション取れると、
面白くないですかっていう提案があって、なるほど。あ、じゃあその、うん、そのやり取りして、俺たちまたもうちょっと仲良くなれるかもね、みたいな気持ちのやるって意味ですね。それ、うん、なんでまあ、そうですね、今、その他の作品の成り立ちとはちょっと違うかもしれないですけど、そういうことか。なんかこういう、うん、そうです、そうです。こういう成り立ちによって生まれる映画はまたちょっと一味違うんじゃないかなっていう、なんか予感もあったんで。まあ、でも監督がさっきアメリカンビューティーの話をされたときに、そのスクロールと非常に似てるというか、つながったと思ったんですね。多分守屋さんもそれは思ったと思うんですけど、だから相性はあった、ありがたいですね、でもね、それは。あったってことですよね、その物語というか、そのテーマには多分監督は相性合わないとね。まあ、でも、いや、それだったら逆に、原作読んでいただいてからその質問してもらった方がいいかもしれないです本当ですか。なるほど。ね。うん。それでわかるはず。それでわかるはず。うん。あ、なるほどねっていう感じはあると思うんで。逆になんか、それが分かってて質問されたとしたら、僕の答え方もちょっと割とドライな感じにはなっちゃうんで。そうなんですね。よし。うん、そうなんですよ。う機会があったら、ぜん。ひ見ていきたいなと。なんでまあ、内容に感銘受けようが受けまいがとか、そういうことではないということですね。なるほど。そういうことか。うん、なんかその誘い乗ったぜっていうことがもう、すべてだと思いますね。まあ、今いや、回、単純にだから、それでこう、あ、僕の大丈夫番です。でいいですか、今。ごめんなさい。大丈夫です。うん、まあ、なんて言ったらいいかなみたいな。なんかそんな簡単なことで映画作っちゃっていいの？みたいな風に思われたらちょっとね、真剣にやってらっしゃる方たちにすごい失礼なことかもしれないですけど。うん。なんかそのね、こういう軽いノリっていうか軽いノリだと映画すら絶対できないじゃないですか。なんか映画っまあ、てちょっと作るの軽大変だいし。ではない。そうですか。でもなんか、そこの間に、気難しいやりとりが必要のない人間で集まってたっていうことだと思うんですよね。簡単に言ったら。で、そこでやるっつって、読まなくてやるって言っちゃっていいのかよとか。わ、でもこれ、読まずに作ったって言ったら結構映画のオフィシャルの人たちが、いや、それはまずいっすってかってなるかもしれないんで、カットかもしれないですね、これは。まずい。まあ、それは、ちょっと。でも、なんか、もともと知り合いで、それで、なんかこう、僕の原作でやったら面白いんじゃないでしょうかっていう提案に対して、いいねっていうのは本当なんで。そうですね。まあ、そうですね。そこで始まったっていうところまでは、活かしていただいて。でも一緒にやりたいと思ったわけですよね、あ、監督。何言ってんだろうな、俺。本当。すみません、本当。なんか。でも、じゃやっあ、いぱやいり、やいや、少年時代からの監督のお話を聞いていると、この映画っていうのが、やっぱ監督の、目線というか、眼差しっていうのが、大いに、やっぱりこう、作品作りにおいて、こう、影響している作品だなって僕は感じたんですね。いや、聞いていいですか、逆に。どうでしたか？ もう今もう、なんかそれがちょっと気になりますね、今の時期は。もうちょっと、どうでしたかね。だから今の、この本当に俳優のその4人の、皆さんが本当にすごくリアルな感じを、醸し出していて、で、かつ、この今のこの世代の、人たちがどう社会を見ていってるんだろうとか、もちろん、個としての自分っていうのをどう社会というふうな中で、捉えていくんだっていうことの、部分はすごく伝わってきました。そうですね、すごく思いました。ありがたいですね。なんか、次も作ろうって思いました。ちょっと今言葉を選ばず言うと、頑あ張ろうっと、て。やっぱり自分はどうだったかな、ちょっと振嬉しり返りましたよ。い。なんかこのやっぱり、もやっとしてる時期があったんですよ、やっぱりね、20代前半とかあって、でこのままでいいのだろうかとか、やっぱり悩んな誰でも誰しも悩むと思うんですけど、そういう気持ちをちょっと思い出したんですね。
それはすごくあります。だからそこの、まあ、リアルというか、もう感じました。すごく感じました。となんか私、松岡真由ちゃんの役は結構、なんかちょっと。いや、そうですね。いや、もう松岡さんあたりはね。そうですね。名字も一緒だしね。いや、でも分かるな。うん、松岡真由さんの役は特に、ちょっと女性は多いと思いますね。まあ、分かりやすいというのもあるんですけど、そうです。まあ、お上手すぎて。いや、本当はでも、あそこの人物造形だけでも、一本映画作りたいぐらいのものだったりとか、まあ、各役そうなんですけど、それを群像劇でやることっていうのが、なんか自分としては、その、なんだろうな。例えば主人公が一人ってなっちゃうと、その主人公の人生っていうところで主観で誘導していく映画になるけど、まあ、もっともっとなんかこう一つの価値観っていうところをテーマにしていく上で群像劇っていう手法を取っているので、うん、はい、なんだろう、こうこの人がこうだったっていうよりは、なんかこの映画で伝えている世界のこういうポイントっていう、うん、なんか人間の人生の中でこう避けて通れないこれみたいなことっていうのが、なんかこうぼんやりながらも、なんだろう、こう真正面に向かっていける一つの方法かなと思って、なんかああいう映画にしたって感じですね。うん、いや、嬉しいですね。なんかこんな素直に自分の作品のこと話せるなんて嬉しいな。いや、でもそのいろんな、そのさまざまなこの、あのテーマというか思いとか今のリアリティみたいなところっていうのを演じられた4人のキャストっていうのは、うん、そのどういうふうに決まっていかれたんですか？そうですね、聞きたいですね。まずはなんかこう、どう言ったらいいんだろうな、これもまた語弊を生まずに言いたいなんて含んでますね、これね。なんて言ったらいいんだろうな。これもう、編集不可避ですね、これね。結構。編集せざるを得ない、なんかインタビューの感じになっちゃうんですけど。いやいやいや、まあ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 、差し障りないところで大丈夫です。もちろんカットするので大丈夫ですよ。お好きに言っていただく。そうですよね。うん。そうです、そうです。難しいな、ちょっとなんか俺が、まあ言い方としては俺が決めたんじゃねえからみたいな感じの言い方になっちゃうんですよね。なんか、僕はもう本当にやっていただけるだけでありがたいって思っているから、いや、こんな自分が書いた脚本のこの世界観に付き合ってくれる役者いるのみたいな感じの気持ちなんですよ、毎回そうなんですよ。今回ね、脚本もされてただでも、ただもう、いや、これ参加したら絶対後悔させないのになっている、なんかささやかなプライドもあったりしてっていう中で、いや、もうこの役はこの人やらせたいみたいなプロデューサーなんですよね。なんか、そのチームでやってるプロデューサーが。なんで、まあ必ず最初に提案がドンってあるので、そこに甘えてしまってるっていう気持ちはあるんですよね。はい、で、それがボンって来たときに、あ、いや、その人に見せるんだったらちょっと俺書き直したいなと思って、そこからもう頭からケツまでもう一回書き直したりするんです、自分。当て書きって言ったらそうなんですけど、あ、この人がこの役やってくれるんだったら、自分とこの人の間でこのキャストを書いてみようとか、あ、このシーンは逆にあっちぶりにしてみようとか、このシーンはもう完全に僕の世界に付き合ってもらおうとかっていうバランスを作ることによって、なんか現場でどういうやり取りできるかっていうのを想像して、こう思いっきり書き直しちゃうって感じです。そういうなんで、そうですね。だからもうその知ってからが、もっとこのキャストのこの人のことをもっと考えたいなと、この人と盛り上がるんだったらもうこのシーンが必要だなとかってシーンを設けたりとか、っていうのもありますね。
結構だからそんななんか、いや、この人はこの人じゃないと描けないからよろしくみたいな感じの決め方ではないです。ではないです、ね。まあ別にそれなんかね、いつも思うんですけど、なんかこう、ね、監督が抜擢したみたいな風に、作り方ではないんで。なるほどね。いや、北村、まあ、そこもまた難しいんですけど。北村君なんかはすごくこう、まあ、今回のってあの言葉はそんなにないじゃないですか。特に北村さんは、まあ、言葉っていうか、うん、セリフか、ナレーションとかとはまたちょっと違う。そうですね、まあ、頭の中で巡ってるそうです、ね、声だったりとか、うん、あとは、まあ、いつなのか分かんないけど、なんかこう、この映画の先で振り返って、俯瞰して言っている、まあ、モノローグっていう手法。そうですね。撮ってるんで。ええー。だから、それを、うん、それ。まあ、ほぼセリフ。そうですね。まあ、ないというか、ね。ないですよね。だから、セリフはない、あの、役じゃないですか。うん、だからそれが、すごい雰囲気が、北村さん、あるなと思って、うん、うまいなと思って、もう、改めて彼がこんなに人気があるのの、うん、あの、今、いろんな役もされてるんですけど、本当にセリフがこんなになくても、成り立つというか、ずっと見てられるというか、うん、素晴らしかった。なんで、もう、やっぱり、あ、この人がいいよね、なった頃には、もう、この人じゃないとダメだみたいな感じにもなるんで、自分は。なるほど。だから、まあ、北村くんに関しては、その後、やっぱり、どん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 セリフが減っていきましたね。その本の中の、うん、最初書いた頃よりも、北村匠海が僕をやるってなってから、ここもいらねえかな、あの顔だったらここいらねえなとかさ、この人がやるんだったら、もうここあったらちょっと野暮だなとか、をやってったら、あれ、いつの間にか半分以上なくなっちゃったみたいな感じのタイプの人なんですよ。なんか面白いですよね、北村君って面白い。なんかすごく、スーパー面白いなと思って。はあ、うん、なるほど。本当になんか、だからこう、セリフを言ってないところをすごくこっちが一生懸命見るようになるっていう。なります。のがやっぱり。そうですね、だから行間を見てる側が埋める芝居をするとか、ね、はい。すごく映画的な、お芝居をされる方だなっていうふうに。思いましたね、今回。ありますね。うん、だからただでさえ自分なんか書くやつっていうのは、なんかこう会話劇が大好きなんで、自分は、うんうんうん。だからなんか結構会話がこう多くなりがちなんですよね。うんうんうん、で、それで言うと、これ多いなっていうところを、じゃあ多いことが良くないっていう状態だとしたときに、減らすことで解決しないんですよ、自分は。うんうん、なんか、表ではこうやって言ってるけど、本当はこう思ってるんだろうなっていう方法で解決するんですよ。うんうんうん、で、そう解決してたのが、例えば中川さんだったりとか、松岡さんだったりっていう、そう、なほっていうのは、もう言葉の数を変えるんじゃなくて、本当はこう思ってるけど、こうやって言ってみたみたいな風に、どんどん。キャストが決まってからは、2人決まってからは、そういう風に変えていったパターンで、減らすっていうのは、結構ね、あんましてなかったなと思って。で、それで言うと、ね、北村くんだったり、あとは古川さんだったりは、結構、思いっきり減らして、この言葉を不器用に言わせようとか、これはリアルではないんだけど、不器用だとしても、なんか、本人が理解してようがしてまいが、この言葉っていうことをなんかこう、武骨に放り込んでみようみたいなこととか。だからリアルだからいいとは限らないんで。だからあの二人に言わせてるセリフは結構非現実的なものも多いし。だからずっと喋ってなかったのに、ここでこんなリアルにこんな言葉言わないだろうっていう言葉をゴリッと言っちゃうこととかが結構楽しくて。はい、ってやってます。いや、あとはなんか屋上のシーンがすごい印象に残ったです。うん、2人ともそうです、会社だったりとかいろんなその屋上から見える、うん、なんていうのかな、景色、うん、
あそこの。これって内容の話でどこまで言っていいんですか、これって。まあ、もう公開しましたからね。ましたから大丈夫。あ、全部言っていいぐらいの感じですよね。大丈夫だと思います。ネタバレ。まあ、そのネタバレというか、その2人がどうなっていくかとか、そういうのはまあ、あれだと思うんですけど、はい。まあ、でも、例えば、あの時のあのセリフがとかっていうのはあんまり言わない方がいい。まあ、でも今の場面の話とか、全然大丈夫だと思います。はい。そうです。そう。ビルのね、屋上だったりとか、まあ、冒頭のなんかちょっと演劇風の演出だったりと、うん、いうところは全然いいと思います。うん、はい、ずっとね、ワンカットでこう。そうなんですよ。このワンカットも素晴らしいワンカットで。いや、やっぱあのシーンは結構、まあ、出落ちというか、まあ、全部をこう、ね、最終的に回収されたときに、あ、あれがあってよかったでってなるようなシーンとして設けてるものなんですけど、いろんなこう演出技法だったりとか、いろんなこう角度でやることを散々話し合って、で、その上でもうこれだろうっていうことになって撮れたものなんで、うん、まあ、感慨深いですよね。だからもう、もうそのかつてあった演出とか、かつてあった設定とかっていうものを、全部を、こう、なんか、こう、なんだ、集約したシーンになってるんで、うん、なんかいろんな感じになってしまうかなとは思うんですけど、そういう意味で言うと、いろんな感情が乗っかってるんで、うん。まあ、頑張ったっていう ところだったりとか。はい、やっぱこう行くぞっていう覚悟も必要だし、なるほど。あっという間にですね、あっという間にですね、監督ごめんなさい、1時間経ちましたね。経っちゃいましたね、もうね、1時間、あっという間に1時間経ってしまいまして、そろそろお時間なんだと。いやー、残念ですね。なんかこれから始まるぐらいかなと思って。監督の話がね、結構面白いから。うん、やっぱトイレが余計でしたよね。いやいや、大丈夫です。トイレはもうそんなあれですよ。そんなすぐですよ。で、うん、そうですね。森谷さんからは何かまたあればと思うんですけど、まあもちろん監督も、いやー、なんかちょっと、なんか不完全燃焼ですね。いや、なんかこう、今日は、あ、なんか今日はなんかいろいろ話せそうだなって思ってきた矢先の残念ですね。まだいいですよ。まだ全然10分ぐらい大丈夫ですよ。もちろんもちろん。全然全然。はい。すいません、なんか。いや、でも横浜クリフサイドホテルの表からずっと中に入っていくっていう、あれそうですよね。はい。ね、本当にすごい。だった気がします、ね。すごいカット。はい、すごいカットを撮ってるなと思いましたし、やっぱり、僕は松岡真優さんと、映画ご一緒してるところがあったんで、すごく松岡真優さんの、お芝居が、をずっと見てしまいがちだったんですけど、はい。いかがでしたかというか、松岡さんとのお仕事って初めてだったんですか？僕は初めてですね。うん、なんかいろんな、あ、この人、なんかこう、いろんな役者さんに対して、あ、いいなとか、わ、こんなにやってくれるんだとか、なんかとか、あ、最上にこうなったなとかって、いろいろあるんですけど、松岡さんに関しては、もう、そうですね。なんかもう、やっぱり異常に、やっぱりこっちが、こう、描く狙いとして、そもそもあるものっていうこととかを、やっぱりすごく、うん、理解した上で、その上でやっぱり役を作ってきてくれるので、うんうん、あんまり本当にこう全体、で、これわかんねえなってなってる時以外は、と、うん、逆になんか、あれこれちょっと、なんか、こう、なんだろう、こう、この部分に関して、
ちょっとなんかふわっとしてるかもなって思って、うん、こう、すみません、これちょっと説明した方がいいですかねとかって、最初気遣って言おうとしてたんだけど、大丈夫ですって言って。なので、あ、じゃあちょっとやってもらおうかなって思ってやってもらって、うん、でね、あの芝居が出てきちゃうんでね、すごくいいですよね。そうですよね。いいですよ。あの、僕としてはめちゃくちゃやりやすい。うん。あの、ゆうすけが、あの、もう全然違うことを考えていて、うん、あの、一緒に会った時に、公園のベンチで喋ってる時あるじゃないですか。お母さんがね、みたいなお話とか。ああ、そことかもすごいなと思う。ね、いや、だってね。いや、もうね、あれね、あの、あるんですよ、女子は。ああいうこと。しかもでも、あれ、だって、ゆうすけが結婚しようって言ってくれたから、それでちゃんと進んでるよ、私たちっていうところで、こうね、ゆうすけが進ませないから、親のことを意識させたりとかして、必死に頑張ってやってるんですよ、女性っていうのは。なのに、本当にうまいね。すべてがそれなんですよ。あのナホに関してはもういやもう全部うまいですよ本当に、うん、もうあのぎこちない料理とかね、うん、もう左利きのあの左利きなんでねそう、うん、いや左利きですよ ね、 ねいや本当あれだってそうですよあのやっぱり夜ああ押しかけて仕掛けていく、うん、あれもだってねあのねゆうすけがこうやっぱ悩んだりとかしてなんか閉じこもってるからいやもうそんななんか苦悩してるんだったら生きづらいんだったら私に飛び込んできなさいよっていうつもりで母性ですよこうねぐっと抱きこそう母性もう完全に母性で抱き止めに行ったのにいや本当にかだからもうああ、もう、やっぱ、年上だからリードしなきゃいけないのね。もう、これをずっと続けるか。うんうんって、こう、ベッドで二人で寝てたら、鍵返してほしいとか言われちゃって。しかも、あんた、その私が、こう、それを、こう、ぐっと受け止めるのよってなったことに対して、来たじゃんっていうところの先で、鍵返してほしいとか、つって。だから、大人から見たら、めっちゃ笑える映画だっていうことだけは言っておきたい。ああ、なるほどね。まあ、確かに。いろんな意味で。なるほど。まあ、でも、そう、だから、いろいろ思い出したもしたけどな。そう。だからもう、本当に、僕がこう、ちょっと言うのは、直近でこの問題に対して立ち向かってる人たちには、とてもなんか大切な映画に思う。まあ、もちろん、そうですね。でも、そんなことが何回も何回も何回も人生の中であると、そのやっぱ最初の20代、30代ぐらいで起こったことも、いや、あの時やばかったよなって、こう、ニコニコできる時がいつか来るぜっていう映画でもある。うん、そうですね。なるほど。その通り。ね、いいですね。はい、ありがとうございます。うんまたね監督そうそうなかなか公開したばかりだからまあ確かに監督の言う通りネタバレがあまり今できません、うん、そうだから今のもネタバレになっちゃうし、まあ、大丈夫ですギリギリ私はいいところですよね本当大好きな、はい、すごい好きなシーンだったやっぱね好きなセリフいっぱいあるんだよな途中で大学教授が言ってるあれとかも、はい、あの大学教授が言ってることがもう全体をこう俯瞰してる場なんですよね、はいはい、そうですそうですアカデミックに言うとあれだっていうことなんででもなんか主演の男がそれを見て何言ってんだこの人みたいな感じになっちゃってる感じでなんなら寝てるみたいな、はい、なんかそれも含めてなんか結構面白い構造になる、うん、でもポイントポイントでやっぱり印象にね残る言葉だったりとかうん、あのシーンとかがたくさんあったので、うんまあ、それをねどうやってみんなが捉えていくのかなっていうのは楽しみですねだからこれからの、 うん、ちょっと感想なんかも私も聞きたいです若者たちっていうかいやもうこの年代気になってしょうがない気になりますよね、うん、いや僕はやっぱ僕は大事だと思うので、まあ、大事っていうか、うん、あこういう感覚ってやっぱあるよねっていうことをみんなで思いたいっていう、うん、思う場を作りたいっていう気持ちですね、うん、あの映画、はいね、みんなで本当座談会でもしたいなっていうそんな
そうですね。だから本当は見終わった後に、こう、質問攻めに会いたい、なんか。いろいろ僕自身聞いてほしい、なんかもう。それによってなんか自分も開ける気がする。まあでも映画ですから、そのね、今じゃなくて、その何年か後、また我々わかんないですけど、あの、いや、そうなんですよ、ね、映画祭とかやった時ね、映画祭向きかもしれないですね。こうみんなで結構いろんな議論をね、できる映画かなとは思いますね。あの映画一個さえあれば、あのポイントでいろんな人と話せるなって思って。なんでまあ本当にまた学生たちにも見せたいなと思いますけどね。というわけでお時間が、ね、ごめんなさいね、私もなんですけれども、ちょっとこれから映写室ツアーっていうのにお企画しいいてすて、ね、そうなんです、映写いらっしゃい。みんな連れていくんです、はい、こちらですみたいな。で、監督はもう今日は終わりですか、もう。多分、そうですね。他の方に呼ばれなければ。はい。あとは森谷さんがね、監督にどうしても聞きたいという、おしゃれさんだから何でしょう聞きたいか。ところがあると。そのメガネはやっぱ福井のメガネですか？これは違いますね。ああ、そうなすごんいおでしゃすれ。ね。毎回おしゃれなんこです。れ、だなと思っ違いまて。す。違いますね。これは、あれですね。福井のメガネではないですね。サバエではない。これは、あれですね。FDR って言って、多分 FDR メガネで検索したら出てくるんです。これ検索は。します。かっこいいですね。本当に。フランクリン・ D ・ルーズベルトモデルってやつですね。FDR モデルっていう。いや、買いますよ、絶対に。モリコーネ見がたばっかなんで黒メガネなんですよ。黒縁なんで。ルーズベルトがかけてたやつみたいあ、なですね。へえ。おしゃれだな。はい。またね、監督、使うんすか今の。使うと思います。わかんないです。余計な、おもろいっすね。この、やっぱさすが。この曲って自由なんですよ。すいませんね。もう全部使おうかと思って。ね、お手洗いもいけるし、みたいな。手洗いもいけるし、別にちょっと今からコーヒーちょっと立ててるから、ちょっと待っててとか、いろいろ、猫も出てくる時もあるし、もう子供も出てきたりとか、おじいちゃんも出てくる。ちょっと時間無制限で、ちょっとはい。今度、なんか、ちょっと、なんか、熱く語らせてほしいですね、あ、僕。いなんかこう、いですよ。僕、結構ね、熱く語ったら、結構、まあまあ、熱を帯びるタイプなんで、知ってますよ。だってもう、なんか、それを生かす場が欲しくてしょうがないんですよね。なるほど。じゃあ、監督、今度はリなんアかルもう、で、本当に頭の中にあることを形にしたくてしょうがないんですよね。監督はぜリアひ。ルで今度、ぜひ。本当っすか？はい。嬉しい。それは嬉しいっめちゃす。めちゃ本当話しに。たいです。いや、もう、森谷さん、やっぱり、この世の発展の話ももっとしたし。なるほど。一回でもね、森谷さん、東京なので、ぜひ、そこで、私もジョインできたら、したいなと思って。ぜひお願いします。はい。ありがはい。とうございます。松岡さんも来てくださいお、行よ。きますよ。全然行きます。もう、フットワーク軽いんで、大丈夫です。監督にはね、また本当に映画祭も来てほしいので、はい。ぜひですね。ありがたかったですね。前回もなんかいろいろ、松岡さんにはいい機会たくさん作っていただいて。あ、いえいえ、もう、ありがとうございました。これと思う人に行くタイプなんで、私も。まあ、夜なんか、中は襲いませんから大丈夫です。ね、こう、つける隙が結構ありますからね、僕ね。なんか、つける隙が、こう、割とあるタイプ、人間。はい。じゃあ最後に監督から映画のメッセージを簡単にいつもやられてるような感じで大丈夫だと思いますので、ちゃんと上手にここカットして使えますから大丈夫です。どうぞ。この映画、新作、スクロールは、僕が20代の頃、まあ、こういうふうに過ごしてきたなとか、こういう考え方だったなとか、あとはこの時出会ったこの大切な人、こういう考え方持ってたなとか、で、その時にこういう考え方の人いたけど、全く理解できなかったなとか、で、それをこう、40になって、振り返って、こう、あの時の美しい時代あったなっていうことだったりとか、その時代の自分が思ってたことと今の感覚だったりとか、
あとは生まれた頃の感覚だったりとか、これから先に得る感覚だったりとかっていう中で、これは変えちゃいけない感覚があるんじゃないかなっていうことだったり、変わらずにあり続けてほしいなっていうことだったり、あとは年齢の違う人と一緒に見たりとか、あと目上の人に見てもらったりとかっていうことをしても、なんかそれぞれ見どころがあるものだったりとか、一つのこうポイントでこうみんなこう考える 対象になるというか、さっき言ってたこう論議のこうきっかけになるようなこと、普段気にできないポイントなんだけど、この映画さえあればこう一つそこと向き合うことができるみたいな風な映画になっていると思う。話すごい長いですね、これ。どうしよう、大丈夫かな、思いますんで、映画を見ていただいて、できれば2回、3回見ていただいたり、1回見て、その後、また数年経って見ていただいたりして、その時にまた感じることが違ったりするかもしれないし、なんか可能なら2回は見てもらいたい映画だなと思っていたりとか、まあいろんなことを考えていますけど、僕としては大切なことを描けた作品なので、皆さんと共有できる機会になりますよう願っております。なのでぜひ見てください。はい、ありがとうございました。はい、公開になりました、スクロールの長長お越しいただきました。なんか言葉で埋める自信のなさを感じますね。はい、どうもありがとうございました。またぜひ遊びに来てください。清水監督、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、ちょっとお待ちくださいね。ちょっとお待ちくださいね。お待ちください。ありがとうございました。はい。ということで。暑いですよ。暑い監督なんです。いやー、もう本当に今日こそこの少年時代から今までの清水監督が作られた映画、スクロール。いや、本当に。これをね、本当に大いに感じられた回でした。そうですよね。しかもニューヨークから。うん、ニューヨーク。はい。ニューヨークから。ね。うん、はい、本当にね、でもね、大好きな監督ですよ。もう暑いから、うん、もうまた皆さんともつながってね、はい、いろんなことができるといいなって思ってます。はい、また来週です。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。